おはこんばんは、イッツエガンのブレンで、今日はちょっとおしゃれな格好をしてるかな。で、今日は私たちの結婚5年記念日になるので、ちょっとそれをお祝いしに行きたいと思います。はい、はい、で、今回行くところは寿司カシバーというシアトルの有名な寿司屋さんです。はい、多分シアトルに住んでる人とか、まあ、住んでない人とかでも知ってるような、ちょっと有名なところなので、下にウェブサイトね載っけとくので、気になる方はそちらから飛んでみてください。はい、で、今日の夕飯はなんと見てくれてる方、アメリカに住んでいらっしゃる方からギフトカードをいただきましたので、うん、それを使わせていただきます。はい、ありがとうございます。ございます。こういう機会がなきゃね、あんまし行くことなんてないからさね、だからこの結婚記念日という時期に行ってみようと思いました。ありがとうございます。はい、なのでね、これからその場所に向かって行きたいと思います。はい、はい、では行きましょう。まあ、ちょっとね、楽しみ。今回のところはね、お寿司屋さんだから、うん、ね、もうお腹いっぱい食べようと思ってね。てか、ね、生後の一つの夢が叶うじゃん。そうだよ、回らない寿司。なんか結構最近の動画で言ったよね、うん、いつか回らない寿司食べてみたいって言ってたんだけど、ようやくその夢がついに叶いますね。はい、そうね、本当にどんな味がするのか、今までなんか本当にどの寿司で満足してきたけど、うん、ね、やっぱりそういうお寿司はまたちょっと血と味違う味がするのかなとか、そういうところもね、ちょっとみんなにお届けしたいなと思います。今日はお任せのお寿司なので、はい、もう日によって全然違うらしいから、うん、何が出てくるかわからないって感じで、うん、楽しみだね。楽しみ。フグとか食べてみたい。ね、食べたことないから。食べたことないね。ね。まあでも、もう5年だよ、5年。5年。ね、まあ、これ YouTube 見てくれてる方は、自分たちとなんかもう結構ね、毎年毎年こうやっていろんな形でお祝いしてるからさ、そうだね、ね、もう慣れてるよ ね、 ね、1年目の時からずっと、ね、ずっとやってる ね、 ね、だからね、過去のその記念日の動画とかも概要欄とか、うん、まあいろいろ載っけとくので、ちょっと気になる方は過去の記念日動画も見てみてください。はい、お願いします。はい、結構あるからね、年に2回やってるからね。そう、結婚記念日と出会い記念日両方やってるから。そうね、だから結婚はもう5周年ねえ、木婚記念日だって。今年は木を買ってくれた。もうこっから木を拾ってあげる。今ちょうど綺麗だよ、外が。ねえ、この時が一番綺麗だよね。もうちょっとで着くわよ。ね、もうちょっと。ここにありました、寿司カシバ。見てみる、ちょっと場所ね。いいよ、行きましょう。まあ、ちょっと早いからね。予約は8時45分なんですけど、今8時30分ぐらいなんで、あと15分時間があります、ね、のでここで少々待ちます、はい、楽しみだな、ね、楽しみだ ね、 ね。でも予約もさ、結構大変だったよね。1ヶ月前にやって、それでなんかその8時45分が空いてたもんね。そう、それでも夜しか空いてなかったね、うん、そう、この日は、ね、7時とか6時とかにしたかったけどね、埋まってたもんね、うん、まあでもいいんじゃないね、うん、だから早めの、ね、予約をおすすめします。そう、 でもね早めにやってるつもりだったけど、それでも、そう、ね、だってさ、2ヶ月前ぐらいにやろうとしたけど、それできなかったじゃん。そう、まだできない、早すぎって感じで言われた。そう、うん、1ヶ月前ぐらいにやって、それでもいっぱいだったからね。多分みんなそれを待ってすぐやるからじゃない、やるんだね、うん、ってことで、まあ、それぐらい大人気な店らしい ね、 ね、いいね、でも、うん、本当にこんなの初めてだね、こんなに予約取れないところに行くのって、ね、あ、もうね、楽しみすぎて、お腹が空きすぎて。最後もお寿司食べるの？食べますよ、もちろん。え、俺だけかと思った。いやいやいや、私も食べますよ。でもここにこんななんか場所があるって知らなかった、ね、なんかね、
空間が。なんかこれここに来ないとここにこの場所に来ることないんじゃない。なんかそれこれとなんかホテルしかないもん。猫の恩返しのあれ思い出す。ちょっと隠れ場所みたいな、うん、ね。15分待ちます。動画撮影 OK をいただいたので撮らせていただいてます。はい、はい、で今回は何を頼んだの？そのそのお任せセット、あとお酒、ビールと、あと唐揚げとグイタックっていうなんか、うん、貝そうね、なんかワシントンで取る貝頼みました。楽しみだね。楽しみだね。なんかいつでも撮影していいよって言ってくれたからありがたい。ね。だからみんなと一緒に初めてのこの回らないお寿司を堪能してみたいと思います。はい。おいしいし。これ、ツルだね。ね、日本にあるやつよね、多分。うん、なんだっけ、エチゴ、レッドエール。うん、美味しい。赤いも見て。エチゴ赤麦酒って書いてある。はい、もうすぐ来ないかな。もうすぐもうすぐ。待てない。どうぞ。これはね、北海道産のウニでね、残りがすごく少ないっていうことをね、最後の2つだったね、教えてくれたから、もう頼んだよね。ね、なくなる前に食べなきゃ、ね、そう、ちょっと食べる食べる食べて食べて、いただきますよ。幸せが広がった。分かったかな？分かったよ。分かった、ね、うん、すごいもわもわって美味しさが口に広がる。これも食べて。食べるよ。美味しい。今唐揚げと、あと何貝だっけ？グイダック。グイダック。あと写真ね、載っけとくけど、うんうんうん、こんな感じの、あの写真の貝です。はい、これ最高に美味しかったよ。これやばいね。バター醤油炒めみたいな感じで。これはなんか骨付き唐揚げだね。美味しそう。いやでもね、ここに来てね、お寿司いろいろ食べたけど、食べながら鼻で呼吸するのが楽しいって思った。匂いと味といろんな五感を使って楽しめてるって感じです。唐揚げ食べてみよう。あ、めっちゃ熱い。日本の唐揚げだね、衣がすごくサクサク、外が。ビールに合う。どれから食べるって言ったら、右から。いいよ、食べて。どれで食べていいの？いいよ。いただきます。おいしい。よかった。感動？めっちゃうまい。なんか普通、普段はさ、食べてすぐ
なんか感想言うじゃん。だけどこれなんかじっくり時間かかるよね。噛まないといけないから。うまい。歯がいらないよね。そうね。なんかここで潰すっていう作業かけるから。やばい。本当にわさびとか醤油とかいらないって思っちゃう。魚の味だけで満足。いつもソース醤油をさベチャベチャつけて食べるけど。つけてあるよ。でもそんなたっぷりついてないじゃん。うんうん。魚の味だけでこんなに楽しめるのはすごいね。はい、こんな感じでまた来ました、はい、すごいよな、どんどん出てくるしね。いいね、食べれる、売れなく食べれるんだ。はい、いい結婚記念日ですね。このギフトカードくれた人に感謝ですよね。めっちゃ感動してるよね、ブレ。味で。しない？する、めっちゃするよ。めっちゃ感動する。これはするよね。なんかなんか番組出てる感覚。ハニーやばいね。ね。そう。日本の番組ね。ね。感想が出てこない。なんかカニを海から取って食べちゃって感じ。そんだけ新鮮な味。海を感じる。そう。もう口の中がすごいね、遊園地みたいな。いろんなアトラクションが騒いでる。いいね。いいよこれマジで。食べた方がいいよこれ。食べるよ。どうぞ。まあこれね3つあるんだけど、味噌汁をまず飲んで、その後に卵を食べて、その後にこれはね、あの記念日のためにお店の人が用意してくれたお酒です。何年？あ、7年7年もののお酒になってます。ありがたい ね。だからまずちょっと味噌汁これこれって飲んでいきたいと思います。めっちゃうまいね。味噌汁なのに。味噌汁でこんなにうまくなるの。感動中。特別な
味噌汁だね。ね。これもね、また持ってきてくれた。そう。特別に1個食べちゃったけど。うなぎの天ぷらの、ね、寿司。食べてごらん。俺食べたよ。うん、美味しいね。食べ終わったんだけどどうでしたか、ブレンちゃん。素晴らしかったね。ね、もう感動だよ、ね、なんかもう食べ終わったとブレンとも喋ってたんだけど、うん、なんかもうね、口が疲れたの。口が疲れたね。なんか普段使わない何かを使った。そう、なんか普段本当に使ってないこの味覚の下の部分、うん、ってのを使った感覚がして、もう本当に ね途中なんかちょっとどっかに旅立ってたよね、頭が。そうだね、うん、難しい、説明が難しいけどね。でもなんか普段はなんかこんなに口の中を想像しないよねとなんか思った、うん、思った、うん、で、なんかあのね、今回頼んだのがおまかせってやつで、うん、まあそれはその時のあれによって値段が変わる。うん、そうそうそう、うん、値段でね。そうで、今回おまかせ頼んでプラスなんか唐揚げとかウニとか、あとそのグイダックっていう貝グイダック、うんうん、とかを頼んでトータルで全部でだいたい500ドル、うん、だから5万円ぐらい日本円だと。まあでもね、うん、クーポンもあったから。そうで、いただいたクーポンとかを使わせていただいて、あのかなりお安く食べれたんですけど、はい、いや本当にね、すごいいい経験になりました。あとお酒も美味しかったし、最後になんか特別のお酒となんかね、あの寿司くれたし、うん、すごいすごい、あのスタッフさんすごい優しかった。そう、なんかサービスも大満足だから、シアトルに住んでる人とか、まあ、うん、シアトルにね来てアメリカでお寿司食べたい人とか、うん、そういう人とかもまあおすすめかな。そう、ね、本当に年一で来たいなっていう感じです。今は歩いてお家に帰っています。はい。今もう何時？11時。もう結構2時間半ぐらいいたね。そうだね。でもあっという間。あっという間。コースより楽しいね。ね、ブレンも言ってたけどさ、なんか次何が出てくるんだろうっていう、その楽しみ。ワクワクだよね。普段はなんか1回だけじゃん、それ。そうだね。なんか食べ物が出てきて、わーいって感じだけど、コースだとなんかそれ何回も何回も経験できるから、そうだね。楽しいよね。いや、本当に良かった。ね。なんかこの味を、なんかね、味で感動するってすごく久々で、食べてなんかすごくいろんな記憶がフラッシュバックして、なんかちょっと泣きそうな気持ちになるぐらいの感じだよね。なんか、あ、日本の時こうだったなとか、なんか日本が恋しくなったりとか、そういう気持ちになったね。そうね、うん、なんかエモーショナルな感じになった。確かに、ね、そういうね、経験をさせてくれた、うん、あのまあこのチャンネル登録者の方だったりとか、あとはまあそのお寿司屋さんの菓子場のとこの、まあ、ウェイターさんとかね、うん、あと菓子場さん、菓子場さん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではこの動画面白いと思ったら、あとお寿司美味しそうと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あと結婚記念日おめでとうと思ってくれたらそちらもお願いします。ありがとうございます。はい、あとはあの概要欄のあの SNS とポッドキャストのチェックぜひお願いします。はい、ポッドキャストの方にね、あの私たちのビザの習得方法だったりとかも書いてあるので、気になる方はポッドキャストぜひ聞いて、あの私たちがどうやって日本行きのビザをゲットしたのかっていう情報を入手してください。はい、あとは日本で何がしたいかとか、そういう話もしてますので、ね、しますのでぜひ聞いてください。はい、ということで、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。